はい、皆さんおはようございます。加藤Lです。ということで12月23日をもちまして19歳になりました。ありがとうございます。そしてチャンネル登録者も7500人を超えたので、これまでしてこなかった自己紹介と私がやろうとしていることについて話していこうと思います。2001年12月23日に高須町に生まれた私は、幼少期から運動神経が良く、でも全く言葉を発しない子でした。0歳10ヶ月で自力で歩き始め、この壮大な地球を走り始めた私は、3歳にして補助輪を一切使わず自転車を無言で乗りこなします。2歳下の弟が生まれると同時に旭川に引っ越して、小学2年生で野球を始めます。野球を始めた翌年の小学3年生にして、小学6年生のチームでレギュラーを勝ち取った私は、本気でプロ野球選手を目指す野球少年でした。野球をやる一心の私は、野球をやるために小学4年生の時に小学校を転校します。そして野球を本気で続けた私の小学6年生の時の年間成績は、打率5割8分出塁率8割2分と甲子園での森友哉並みの成績を残していました。しかしその時期に音楽一本で数万人のドームを埋めてるアーティストを見て、野球選手より影響力があって輝いて見えたミュージシャンに憧れ始めます。ミュージシャンに憧れた私は、小学6年生いっぱいで野球をやめて、12歳の誕生日に父さんにギターを買ってもらいました。バットとグローブを捨てギターを弾き始めた私は、覚えたコードを並べて作詞作曲を始めます。アーティストとして絶対有名になりたかった私は、プロで活躍しているミュージシャンを見渡して、絶対他にない個性を身につけて差別化を図って注目されないといけないと思いました。そう思った小学6年生のバカな私は、あ、ギター作ろうって思ったのであります。まあこれもまたおじさんと暖炉の木からギターを作ったクイーンのギタリストブライアン・メイに影響されてるんですけどね。まあそんな小学6年生の私は、道内で木工を学べるオトイネプ美術工芸高校への進学を小学校時点で決めていました。そして中学へ進学する時期に、私のとても変わった両親が高須に古民家を購入して、自分たちで改装して住むぞと言い始めた両親と高須に引っ越して高須中学校に転入します。私は2歳までしか高須にいなかったので、中学入学当初は学年3クラス90人の中で誰一人周りに友達がいなく、一人浮いてる状態でした。それはそのはずなんですけど、周りのみんなは生まれてから高須でずっと過ごし、幼稚園小学校中学校とみんなずっと同じメンバーだったので、みんなこの人誰みたいなテンションでした。しかし小学校の時の転校の経験や両親の影響で大人と話す機会が多かったので、他の人よりコミュニケーション能力があったのと、あとなぜか理由もなく圧倒的な自信があったので、そんな自信があった私は、クラスに名前がわからない人がいるような段階で生徒会に立候補します。中学入学当初から卒業まで3年間生徒会を務める私は、部活に入らず最強の帰宅部を目指していました。生徒会のメンバーの中でも部活に入らず帰宅部だったのは私だけだったので、生徒会用に与えられた学校のパソコンを勝手に家に持ち帰って動画編集をしていました。ありがとうございます。そんな中学校生活と同時進行で実家の古民家リフォームをやっていましたが、両親は家の改装の経験なんて全くなくて、父さんに関しては高いとこ登れなかったので、その当時現役だったタイル職人のじいちゃんと私の二人で家の改装を全部やって家を完成させました。その時の経験は今とても生きているので、無償で家の改装ができる機会をくれた両親にはとても感謝しています。中学1年生の時点で高須の古民家はまだ完成していなかったので、旭川から一つ山を越えて片道40分毎日自転車を越えて中学校に通っていました。中学1年生の頃は家族でドマノマド旅楽団という家族バンドを組んでいて、父さんがギター、母さんがアコーディオン、自分がギター、次男がドラム、三男がピアノで構成された家族バンドで、北海道各地のイベントで演奏する音楽活動をやっていました。また私は中学生の時から晴れ晴れパレットという音楽フェスの実行委員会を務めていたり、福島キッズという東日本大震災での原発事故の影響で外で遊べない子どもたちに北海道でのびのび遊べる環境を提供する活動にボランティアで参加したり、母さんが主催するなまらこけしという東北から北海道に2000体以上のこけしが集結するイベントを手伝っていたので、中学生当時から数百人規模のイベントの運営側としての経験がありました。また人前でパフォーマンスすることでたくさんの人が笑ったり感動させることが好きな中学生だったので、中学2年生の学校祭の中で各学年に設けられた発表の時間の中で、みんなが10人くらいのグループを組んでダンスやダブルタッチのパフォーマンスをする中、私は一人でギターを抱えて500人近い在校生と保護者の前で、お母へのラブソングという母親に愛と感謝を伝える歌を歌ったりしました。恥ずかしいですね。中学3年生になった自己主張の止まらない私は生徒会長に立候補し、選挙も無事勝って生徒会長を務めます。
先生が絶対中学生にやらせたくない各委員会や部活動への予算にうるさく口出ししていたので、先生からしたらめちゃくちゃめんどくさい生徒だと思います。見やねえよ。そんな私はこれまで堅苦しくてつまんなかった学校祭の開会式をガラッと変えました。その年は笑点50周年と東京オリンピックが決まった年だったので、舞台上に笑点のセットを作って、私を筆頭にメンバーカラーの T シャツを着た生徒会役員が座布団に座って、私が自作した映像とリンクさせながら大喜利をして生徒会会長の挨拶を行いました。映像の最後に校長先生の部屋に乗り込み、校長先生を土管の中に入れて映像が終わり、会場が明るくなると舞台上に土管が設置されていて、そこからマリオの格好をした校長先生が出てきて校長先生の挨拶をしてもらいました。そんな感じで中学3年間生徒会で帰宅部を全うした変則型の生徒だった私は、いよいよ高校受験を迎えます。中学時代は本当自慢じゃないですけど、スポーツも勉強も特に何も頑張らなくても上位に入れるくらいでした。中学時代は塾にも通っていない帰宅部ニートだったので、高校受験も特になんかしたっていうわけでもなく、小学6年生の時に進学を決めたオドイネプ美術工芸高校は公立高校なんですけど、一応推薦で行かせてもらって、滑り止めで受けた国立の機械システム科も私立の特別進学コースも結局行かなかったんですけど、一応合格しています。しかし貧乏症の私は滑り止めで受けた受験料が吸い取られた気になって後悔しているので、皆さん気をつけてください。そんなこんなで親元を離れてオトイネップの寮に入り、3年間高校に通います。高校入学時点で木工を全くやったことがなかった私ですが、高校3年間でギターを完成させて、そのギターで自分が作った歌を歌うという目標を立てて入学しました。全国から人が集まる高校で個性豊かすぎる学年40人と共に生活し、制作活動する環境はとても刺激的で、私にとってすごい大きい3年間になりました。入学当初の成績は学年で2か3位で、評定平均は4.5 以上あったんですが、絶対学力で抜かすことができない学年1位の子がいて、その子は当時から今も自分よりもっと大きいところで活躍している私と同じ唯一の高須出身の子だったんですよ。今も陰ながら刺激をもらっていて、で来年成人式があって、そこで一緒になると思うので、その時にちょっとお話を聞けたらなっていうふうに思います。まあでも卒業する時にはバシバシ赤点を取る学年でも下から3番目ぐらいまで成績落ちるんですけどね。そして高校2年生の時に私はとある問題を起こします。木工やりに高校に来て、制作時間の短さに不満を持ったお子ちゃまだった私は、どうあがいても制作時間が増えないことに不満が爆発して、寮監さんや教職員に何の許可もなく寮から脱獄します。寮から逃亡した事例がここ10年くらいなかったらしく、面識のない高校の OB に、君寮から脱獄したんだってって言われるくらい有名な脱獄犯になっていました。危なく警察沙汰になるとこでしたが、親が迎えに来ると私に連絡があり、あー絶対怒られるなーって思ってましたが、迎えに来た両親はニヤニヤしながら、自分も若い時そんなことよくあったわと懐かしがられ、あーこんな両親でよかったなーって思いました。その後謹慎を食らった私は寮の静養室に閉じ込められるんですが、謹慎中に静養室で作った歌を学校祭の生徒会の枠でみんなの前で歌いました。その時歌った曲が純白へ捧げる歌という曲なんですが、そんな私をモデルにして先輩が書いてくれた純白へ捧げる歌という絵画が今の YouTube チャンネルのアイコンになっています。その後夏休み明け寮に戻ると、寮にしっかりオートロックと監視カメラがついていました。多分この人のせいです。皆さんは穏やかに寮生活を送ってください。そして高校2年生の校文連という大会で寄木細工に出会います。大会に絶対ギターを出したかった私は、美術教員が審査する大会なので、ギターの精度や音という観点で全く評価されない大会なので、ギターにどうやって美術的な要素を取り入れようかなっていう風に試行錯誤した結果、寄木細工をギターにぶち込んでみました。そして人生初めて1本目のギターが完成しました。そのギターがこちらです。校文連では高校3年間地区大会で落とされ続けて一切評価されませんでしたが、高校3年生の最後の最後に寄木細工のみの作品である落ち葉という作品が工芸甲子園という高校生日本一を決める大会で優勝し、日本一をいただきました。これまで優勝旗が関西近畿圏内から外に出たことがなく、初めて津軽海峡を優勝旗が渡った海峡だったんですが、準優勝したのも私と同じ寮の同じ部屋で生活してた親友とワンツーフィニッシュでした。そのことは今でもしょっちゅうやりとりがあって、今後一緒に活動することがあると思うので、楽しみにしていてください。
高校3年間は工芸部で活動し、中学校の時と同じく生徒会長を務めます。高校3年生最後の卒業制作で寄木細工を施したギターとギターアンプを完成させ、3年生を送る会で私が組んでいたウルムウルムというバンドでそのギターを演奏します。これで無事高校入学当初掲げていた高校3年間でギターを完成させ、そのギターで自分が作った音楽をやるという目標をクリアし、高校を卒業します。高校卒業した私は進学も就職もせず高須に戻ってきて、床が抜けて住むことさえできなく、入居者がいなかった築63年のボロボロの古民家と、今や誰もが持ってるこのスマホ1台のみで貯金0円から独立して今活動しています。古民家にギャラリーや工房、居住スペースを作り、リフォームの過程を YouTube で発信すること自体が私の作品制作やイベント活動のプロモーションになっていて、より良い商品やイベントを提供する中で私は夢を追いかけて頑張れています。なんか自分でも何言ってるか分かんないんですけど、要するにこのチャンネルは高卒で全くお金のなかった加藤エルが、入居者がいなく取り壊しを考えていた古民家に価値を見出し、活動の規模がどんどん大きくなっていく中で私が夢を叶えていく姿を発信することで、皆さんに勇気と希望を与える、ほぼアンパンマンみたいなことをしているチャンネルです。皆さんに応援していただけるのが本当に嬉しくて、ポチッと押すだけでチャンネル登録と高評価できますし、そのワンクリックが本当に励みになるので、ぜひよろしくお願いします。ということで、ギュッと自己紹介させていただいたんですが、まだまだいろんな話があるので、皆さんの反応を見て今後しっかり自己紹介するような動画作っていけたらいいかなっていうふうに思っています。で、ここからがメインの動画になるんですけど、私がやろうとしていることについて話していこうと思います。でも、やろうとしていることがたくさんありすぎて何から言えばいいか分かんないので、思いついたものから言っていこうと思います。まずは今改装している古民家の1階部分に飲食店を作ります。制作や展示販売、飲食、入浴、宿泊ができて、ライブや上映会などジャンルを問わずいろんな人が発表できる場になります。で、発電所作ります。木材を加工する機械が全部電動なので、工房の電気からオフグリッドにしてみたいです。どんどん規模を大きくしてって、あと集落作るので、より地球に寄り添ったエネルギー循環のデザインもしてみたいです。あと、さっき集落を作るって言ってたんですけど、町の商店がうまく機能するように昔ながらの雰囲気を残しつつ改善してみたいです。で、あとコーヒー専門店ですね。で、使われていない廃校の小学校を丸ごと改装したいです。で、もう一個しっかりした規模の工房を作って、作家としてもいろんな世界を見るつもりです。そして、ライブハウスと音楽スタジオを作って、レコーディングとミュージックビデオ、CD 生産から販売まで行って、自分を取り巻く環境と、ここだなというタイミングで音楽を始めます。で、私が独立するときに、経済的な面で夢を諦めていく人をたくさん見たので、ジャンルを問わず表現する人が所属できて支援してもらえる事務所を設立したいです。そして、2021年3月27日28日に札幌ドームで開催される札幌モノビレッジに、私が運営するノイアフロンティアが店ごと出店することになって、その時期に合わせてアパレルも始めようと思っています。札幌モノビレッジ自体いろんな影響で開催されるかまだわかんないですけど、開催された時には私が店を抱えていくので、ぜひ私の作品を生で見ていただけると嬉しいです。YouTube でもいろんなことをやってみたくて、球場貸し切って家族でホームランチャレンジとか、あと宇宙にロケット飛ばしたり、私が住んでる高須の町長と対談とかしてみたいです。多分この動画、町長見てると思うので、ぜひよろしくお願いします。まあこんな感じでやりたいことは尽きないんですけど、その時の知識量と好奇心でやりたいことがどんどん変わっていくので、わーこいつ頑張ってんなーって感じで見ていただけると嬉しいです。自分自身5年後、10年後の世界の動きを予測しつつ、軌道修正しながら伸び伸びと走り続けていこうと思っているので、今後ともよろしくお願いします。いやー、楽しい19歳にします。では、皆さんも誰に何を言われようと誇らしい人生を走り続けてください。ではまた。